はい、エウェイの養魚場さんの昭和サイズ27センチです。お願いします。はい、これももう仕上がり途中にあるのかもしれませんね。このように大きく鼻先決まりもこれで固まりそうですね。この先こっちが黒くなるってことはあまりなく、このちょうど鼻先で決まり、顔のところに墨があり、このようにこのようにここもここもですね、ちょうど紅を避けて白地から来ております。やはりあの白地から出てくる鯉って綺麗に見えますね。横です。赤白黒はっきりしそうですね。ここもここもここもですね。お腹です。早い段階から仕上がり、真っ赤で真っ白真っ黒、見やすい鯉のできる上野さんの昭和です。身幅もあり大きくなりそう、しっかり餌をあげてもですね、なかなか伸びてくれますので、伸び率もですね、このサイズですので10センチ20センチと一夏で伸びてきますから、楽しんでいただけるんじゃないでしょうか。はい、こう墨の出方が面白いですね。もうあの絵になってますよね、はい、場所ができてますから。はい、あとはこう白地を残しつつどうやって溜まってくるかですね。いかがでしょうか。はい、ぜひよろしくお願いいたします。